やっほー、皆さんこんにちは、吉野茶です。というわけでですね、この間硬すぎて入れなかったところですね、こっちはちょっとね、柔らかめです。これぐらいの感じ、柔らかいけど、残差が多いですね。さっき買ったばっかりの家がこう高いところがたくさんある感じ、結構こう沼るけど、こういう残差もあって借り高も高いですね。ケンパーなんで、ケンパーこういう風に借り残しもかなり背丈がある感じになります。膝ぐらいの背丈の稲も残ってます。こういうのも残ってます。結構ね、これが本領発揮する場面ではあるんで、ちょっと取っていこうと思います。どうしよう、まあ一回乗って取ろうか。よいしょ、ノリノリで行きましょう。結構いいペースでね、行けますよこれ。ちょっと物が邪魔だな、物が邪魔すぎ。バッテリーは上がってましたからね、さっき。はい、というわけで、昭和の、じゃあ令和の時代に昭和のトラクターと昭和の作業機が通用するかどうか、ディスクロータリーです。やっていきましょう。ちなみにうちディスクハローですね、普通の草薙も買いましたんで、またこっちの動画もまだね、買ったから僕乗ってないんです、実は。早く乗りたい。行きます。BTO が2か、これがこうだから、に入ってますね。こんな感じ。あれ、これ、スピードが。ほら、手が入るでしょ。これ、すごい綺麗に変わります。これが本領発揮する場面。ちょっと早くてもいいんじゃないかな、まあ、こんなもんか。今電車再下げですね。もっと早くてもいいんじゃないかな。吹っ飛ばせって感じですね。正直なんかディスクロータリーよりもディスクハローよりも、じゃあショートディスク、ラワーディスクよりもなんか使い手がいい気がしませんか、こっちの方が。結構ちゃんと転がしますよね、簡単。柔らかい補助でも段差がすくめるのが特徴ですね、やっぱり。素晴らしい。真ん中だけがね、やっぱりロータリー刃が残ってる、そこはちょっと弱点なんですね。ちょっといかにも早すぎるか、この稲がね、倒れるかどうか。どうだ、どうか、行き方が、どれですか、どれ、ちょっと、なんだっけ、ハンドル、このパターブレーキは使わずにやってますので、ちょっとゆっくり回りましょう。あれぐらい段差が残っても全然いけます。コーン落とし、うわ、あ、ここはちょっと少ないように打った方が、ちょっと溝に足を落とすぐらいの方がいいですね。溝が残るとあんまり良くないから、こちらの足を落としておけば片方溝はつきませんから。めっちゃいいよねこれね。まあその PTO が回転しないから、まあ省エネとかなんとかこんとかっていう歌い文句でショートディスク出てきてますけど、湿った補助に弱いらしいんでね、ちょうどこれぐらいの補助でやってみてどうなるかですね。これぐらいの補助ってこっちの方がいいかもしれないですね。今日買ったばっかりの田んぼですけどね、素晴らしい。まあ向き不向きはねありますからね、いろんな田んぼでいろんな道具は
つになってきますけども、なかなかこれも令和の時代に昭和の作業機ですね。ディスクハロー、パワーディスクとかいろいろ言いますけど、わかんない、名前いろいろあるけど、要は PTO でこの後ろのパンを変えて強制駆動ですね。一番いいんですけど、ちょっとプラウ一発かけにはちょっと締めすぎてる。あとこれで2日3日待てば多分プラウね、ボトムプラウ一発でかかったと思うんですけどね、なかなかそうも言ってられないんで、もう小さい機械でねちょこちょこちょこっと飛ばせるのも魅力なんじゃないかなと思います。じゃあ最後、あの背が高い草をぐさっと差し込んだらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。いけ昭和のトラクター GL53 小橋なんたらこんたら、ここ入った、ここが10秒になりますね。というわけで、パワーディスクディスクハローを紹介してまいりました。このまま使いたいところなんですけどね、ちょっとこの機械をねある人に貸さなきゃいけないんで、ここから先ちょっと不具合を修正しながらこちらをちょっと取り付けを今からやろうと思います。時間がないんですけどね、暗いんですけど、取り付け取り替えをしようと思ってます。バイバイ、吉本でした。